発掘吉備の弥生集落。開所40周年を記念する企画展第2弾。40年にわたる発掘調査成果から見た弥生時代の暮らしと祈りについてご紹介します。会期は令和6年10月17日木曜日から令和7年4月13日日曜日まで。ここでは展覧会の内容を少しだけご紹介します。弥生時代の暮らしを支えた拡大する水田。上空から見た岡山市百軒川原尾島遺跡の水田です。今から1800年前、弥生時代後期末頃のものです。水田の開墾に使われたとみられるスキ、今でいうスコップの先端部分です。吉備を代表する弥生時代のもの作りとして塩作りが挙げられます。ここでは塩作りに使われた製塩炉と製塩土器をご紹介します。これは塩作りに使われた炉の跡です。火で地面が赤く焼けているのがわかります。これは塩作りに使われた製塩土器です。コップ状になった容器の中に海水を入れて煮詰め、水を蒸発させ塩を取ります。吉備の祈りを今に伝える墳道型土製品。丸い粘土板の左右からえぐり込み、中央には人の顔を表しています。井戸の祭りに使われた祭文土器。口がラッパ状に開くタイプの表面に赤い色で渦巻き文様が描かれています。開館時間は午前9時から午後5時、土日祝日も開館しますが、年末年始のほか臨時休館があります。展示場所は岡山県古代吉備文化財センター展示室です。入館料は無料です。令和7年1月11日土曜日には展示解説を行います。センターバックヤードツアーも同時開催。詳しくはセンターホームページをご覧ください。ご来館をお待ちしております。